攻めて崩して打つというやり方について説明したいと思います。剣道では最初に構え方あるいは足の踏み方、それから面の打ち方、小手の打ち方、危険体の位置等々を学びます。そしてその面小手胴の打ち方を覚えたら、次には相手と向かい合って対人動作に入ります。その時に攻めて打つということが課題となります。攻めるとは遠間から内間に入る、あるいは一足一刀から内間に入る、相手が打たれそうだと思う間合いまでしっかり入って打つ必要があります。それを攻めと言いますが、切るぞ打つぞというプレッシャーを相手にかける必要があります。その状態で相手が打たれそうだって心が乱れたり形が崩れたり、そういう状態が生まれたところの面あるいは小手を打つと、そういう修行をすることによって上達するものと考えております。はい、それでは、今説明したことを実際にやってみたいと思います。まず一つ目の段階では打てるところに入る、内輪に入るっていうことがとても大事になります。打てるところに入ります。この時にはただ入るだけではなく、相手に打つぞ切るぞってずっとプレッシャーをかける、プレッシャーをかける、ずっと切るぞっていう気持ちも伝えるような入り方をします。そのことによって相手が打たれそうだって気持ちが乱れたり形が乱れたり、その瞬間を打つという練習です。というのはまず第一段階とすれば、直順の間から切るぞってこう一歩内間に入るっていう動作の練習が大事です。まず内面入る、内間に入って打つ練習をしっかり身につけた方がいいと思います。次には相手の頭を押さえながら入ります。押さえることによって相手は面を打たれそうだということを押さえ返してくる場面があります。その瞬間をピロッと狙います。しないを押さえて相手が押さえ返してきたような状態の練習法です。表を押さえると押さえ返す人、もう一度無調整の最強化しっかり小手が入ります。はい、攻めた時です。今度は裏から小手を切るぞっていうプレッシャーをかけると、相手が小手を打たれた時に開きます。その瞬間面が来ます。その瞬間に面を打ちます。裏から小手を切るぞって言うと、裏に押さえ返す人、ザッザッビーンって面が打てます。打ち込みとか練習をやっていくと、相手との攻防が
公募のやり方が身につきます。もう一度やります。最初の段階はまず内輪に入ること、相手と確定して打つ。次には表を押さえて目を打つぞ、打たれたくなくて相手が反応したところ裏を攻めて小手を切るぞと言って、相手が小手を嫌だって開いた瞬間をと捉えていきます。こういう練習法が攻撃して打つ、攻めて打つという練習法のまず初歩的な練習法として考えられます。一刀流の教えに拳攻めという攻めがあります。相手のつま元の下、手元、拳、これを拳と言います。つまりですね、これからこの下を、この相手の下っ腹をえぐるようなつもりで入ると、相手がわっと気持ちが下がるでしょ、だから一刀流でこれからガッと手元を攻められる拳攻め、ここを攻めると相手はおっとこう突っ張ったりするわけですよ。それも相手のスキットを捉えて打つわけですよ。だからこれからザッ、下に相手の手元の下、つば元を攻め上げます。そのことによって相手が反応します。その瞬間にという打てる技があります。もう一度拳攻めから攻めて、相手はもろ手突きがあります。で、まっすぐ下ろす人にはてっぺーんという二段打ちが通用します。このように相手をただこの前から技を出すんではなくて、剣道は必ず攻め崩す、相手に切るぞってプレッシャーをかけます。まっすぐ、あれを抑える、払う、下、まだまだありますけど、とりあえず最初の練習をとすれば、しっかり内間に入って打つという練習、それから表を押さえた時の相手の反応を見て打つ練習、裏を攻めて裏に対する反応を見て打つ練習、そして相手の隙を捉えて打つという練習法を数かけた方がより上達がうまくいくと、それに考えております。